グレート北海道、今回は北海道日高山脈の最高峰幌尻岳までのルートの第2弾、伏見岳からピパイロ岳のルートをご案内いたします。さあ、ここからピパイロまで行きます。手袋、まあ、帽子もそうですけどもね、そういう装備が必要です。日高山脈進まんのですわ。ハイマツが逆側に。これがね、あ、もう少しです。辛い。いやー、前走を担いでここまでは辛いな。
はい、これからスパイロ製法に向かって、になっていくと思いますけども、まあ足が傷だらけになるというね、もう目の前に迫ってますよね。